オーギュスト・ニコラ・バイアンはフランスの海軍士官である。1835年からボニテ・ゴーの世界、就航体験航海を率いた。ホノルルのボニテ・ゴー・パリで生まれた。1808年にフランス海軍に入隊し、フランス第一訂正下でオランダなどでの戦いに参加した。1816年にナポレオンの支持者として、 海軍を追放されるが、1817年に海軍に復帰した。1818 18年にフランス領ギアナに派遣され、マロに川流域の探検を行い、地図を制作した。1824年に中尉に昇格シュレバント、チュニス、カタロニアなどの沿岸で働いた。1828年には、オスマントルコの領地であった、ギリシャのペロポネソス半島に、 フランス陸軍が侵攻した後の調査に加わり、デパントに駐留した。1835年に世界就航探検航海を行うボニテ号ーの船長に任じられた。航海の目的は外交官を様々な外国の地に送ることであったが、多くの科学者が乗船し、科学的な観測が行われた。乗船した科学者には、シャルル・ゴーボー、ダロンドー、エドラがいた。 某ニテ号は1836年2月6日にトゥーロンを出港し、ジブラルタル海峡を抜けて、大西洋を横断し、リオデジャネイロに3月に到着し、ホーン岬を越えて、チリのバルパライソに6月17日に着いた。ペルーから、ハワイのホノルル、マニラ、カントン、シンガポール、カルカッタ、ポンディシェリ、レユニオン、キボーボン、セントヘレナを経由して、 ブレスト2837年11月に帰還した。21ヶ月の公開で、ただ一人の乗組員も失われなかった。探検の記録は、ボエッジ・オトゥール・ジモンド、エクセキュート・ペンダントレアンネ1836、1837、シュール・ラ・ゴルベット・ラ・ボニテとして出版された。ありがとうございます。